体調は幸せですか？まあぼちぼち。なんか秘訣ってあります？秘訣？はい。別にないですよ。なんか世にははい、その自分は幸せでないってはい思ってる人がはい多いと思うんですね。多いかどうかわかんないですけどね。これは多分僕のはい今のは言い方良くないですね。はいはい、幸せじゃないと感じている人もはい多く、はい、まあそういう声が目立つからですかね。はい、ニュースとかで取り上げたり、うん、X かっこツイッターでも、はい、基本なんか僕がフォローしてるっていうか僕のところに流れてるやつが、はい、そういうことだからですかね。あまりなんかみんな、はい、楽しそうじゃないんですよね。何かに怒ってる感じ、はいはい、あそっか、何かに怒ってるのと、はい、幸せっていうのは、はい、リンクしてないっていう話ですかね。まあ一部リンクする部分もある。あ、なんかだから僕はこの怒りの言葉を上げている、はい、何かの不満とかね、はい、そういうのを見ると、あ、幸せじゃないんだ、はいはいはい、って思うんですけど、はい、それはちょっと早計ということですかね。そのツイッターとか、まあ、X だと、はい、まあ、それを楽しんでる人たちも多いんじゃないかなって思うんですよね。それを楽しんでいるというのは、そのなんか世の中の不平不満みたいな、誰かに対して思いをぶつけるのをニヤニヤしてやってる人も多いんじゃないかなって、はい、あ、なるほど、はい、で僕はそれを真に受けるピープルなので、はい、あ、なんかあーってなっちゃうんですかね、はいはい、あーって言葉になってなくてすみません。でこちらの本がですね、はい、村上義弘さんの欺かれる知性、はい、という本なんですけども、この人が何を言ってるかっていうと、はい、まあ、世にそういうなんかその幸せになるためにとか、はいはい、まあ、ダイエット法もそうですよね。 いろんな説がはい、はい、いろいろ挙げられたり、はい、そういう世に挙げられているものが本当にそうなの、はい、みたいなのを、うん、システマティックレビューという、はい、ランダム化比較試験、はい、まあ、メタ分析を、うん、いろんな科学者というんですかね、こういうのを実際にやった論文がシステマティックレビューというところで挙げられてるんですね、はい、うん、でそれを検証して、うん、実際にそうなのかを見てみました、うん、はい、っていうのをまとめた本がこちらで、はい、この中ではその、ダイエットが正しいかとか、はい、心理分析が正しいのか、うん、はい、みたいなことがいろいろ書かれている本で、はい、とても面白く読ませてもらったんですけど、はい、その中に幸福になるには、はい、っていう章があって、はい、ウェブ上でこの幸福っていうのをキーワードにして、はい、検索をかけると、うん、まあ、多く上がってくるのが幸福の科学、はい、これは宗教なので置いておいて、はいはい、まあ、タイトルですからね。幸福の科学はっていうのが上がって、それは置いておいて、はい、これはもう科学から程遠いよと、はい、でそこで幸せになるっていうので検索すると、はい、いろんな記事が出てくるよと、うん、で例えば科学が証明したすぐ幸せになれる16の方法っていうところで、うん、効果のある特に大きな方法は1感謝の日記をつける、うん、2他の人に親切にする、うん、3運動、うん、4ボランティア活動、はい、5性行為、6動物と遊ぶっていうのがあるようで、はい、ただこれは一応なんかその根拠みたいなものを明示してるらしいんですね、はい、その中では、うん、で良心的な記事ではあるが、はい、これは一時的に正しい気分になるだけだと言っておりですね、はい、でまたこの楽しい気分は持続するだろうかという記事でも、はい、笑顔になる、うん、他人に親切にする、はい、楽観的になる、ポジティブシンキングを手に入れる、うん、っていうのがあって、はい、ただこれも悪い気分にはならないだろうが、うん、それが幸福だろうかと、はい、あって、はい、じゃああなたの幸福度、はい、幸福感は何点か、はい、というのを、ね、心理学、はい、社会学分野で幸福感の指標として広く使われているのはエドワード・ディーナの尺度であろうと、うん、じゃあ次の
5つの文を読み、1、絶対に違うから、7、絶対に正しいまでの7段階で回答し、合計点を算出してみようというところで、皆さんごきげんよう。ごきげんよう。というところで、1番、大抵私の人生は理想に近い。はい。1点が絶対に違う。はい。7点が絶対に正しいです。はい。はい。点数つけられましたでしょうか。もう全部つけられますよ、一瞬で。え？はい。まあそんな読ませてくださいよ。はい。2番、私の人生は素晴らしい状態である。はい。3番、私は自分の人生に満足している。はい。4番、今のところ私は人生で必要な重要なものは手に入れている。5番、自分の人生をもう一度やり直せるとしても変えたい部分はほとんどない。皆さんいかがでしょうか。はい。それぞれに1点から7点までつけてみて、はい、合計してみてください。はい、はい、体調何点でした。20点。あれ真ん中ですよ。全部真ん中ですよ。4が真ん中だとすると、まあ、死後20ですよみたいな感じ。あ、絶対に理想に近くはないですし、はい、理想から遠いわけでもないから真ん中みたいな感じですよ。全部真ん中って感じですよ。なるほど、はい、僕は21点だったんですね。はいはい。まあ、この真ん中のあたりを行ってきて行ってきて行ってきてって感じです、はいはい、で21点だったんですよ、はい。まあ、なんかイメージとしては似たようなもんですよこんなもん選べないから真ん中みたいな感じですよ。僕は選んで真ん中でした、はいはい、皆さんもしよろしければ点数をおっしゃっていただければ、はい、でこれで合計点が31から35の人は人生に極端に満足していると、はい、で26点から30点の人は非常に満足していると、はい、21から25は少し満足している、はい、僕はなんで少し、はいはい、20は中間点、はい、15から19は少し不満である、はい、10から14不満である、はい、5から9は極端に不満である、はい、と測定されると、はい、ただまあこのいろんな幸福感、はい、この心理学社会学分野で主として研究されているのは、はい、幸福感であって、はい、幸福とは違うと、はいはい、言葉って難しいですね、はい、研究者によって幸福感の測定法が異なるので、はい、そうですね、さっきこれをよく使われているとしたのがエドワード・ディーナの尺度であって、はいはい、研究者によっては幸福感の測定法が異なるので、はい、定義が違うと、うんうん、で幸福感がどのようにして測定されるのか少しまとめると、まあ、幸福感といっても幸福感があって、はい、元気度っていうのもあるし、はい、人生の満足感とか、うん、肯定的感情、はい、現在の感情、うん、ウェルビーイング仕事での感情尺度、はい、希望感、はい、でいろいろこうやってあると、はい、どれって話じゃないですか。どれが幸福かって話、どれが幸福かって話、はいはい、ってなると、はい、測定される幸福感は、はい、主観で決定されるので、はい、主観的幸福、はいはい、と呼ぶものがあると、うん、一方所得、うん、財産、地位などから外から観察される幸福は客観的幸福と言われると、はい、心理学者の主な関心事としては先に述べたいろんな項目ではなくて、はい、うん、客観的幸福と幸福感にどんな関係があるのかっていうのを研究する向きもあると、はいはいはい、何が正解なんですかね。難しいですよね。例えばこの質問でいくと、大抵私の人生は 理想に近い、はい、ってなんだって話じゃないですか、そもそもそうですね、はいはい、理想に近い、本当に理想に近いのかってまだまだなんじゃないかなとかって戻ってくるわけじゃないですか。そうで、まだまだなやつを幸せだって思う人と、はい、
苦しいっていう人がいるわけじゃないですか、はい、だから僕は真ん中ですって言ったんですよ。で言ってるんですよね。で隊長は真ん中でいる自分をどう思うわけですか、はい、どうも思わないですよ。だから幸福も不幸もない感じですよね。で僕はこの真ん中にいる僕を、はい、日によっては伸びしろじゃんって思う人、はい、だから俺なんてって思う日が結局その時の気分とか、はいはい、それによってその状態が点数も変わりそうじゃないですか。毎日変わりますよこれは、はい、っていうあやふやなもので、はい、まあ、そのこの本を読んでいくと結局そのポジティブシンキングも、はい、ストレスのかかった状態も、はい、システマティックレビューでメタ的に分析すると、はい、じゃあそれが健康にどう結びつくのかっていうのは、はい、バイアスでしかないと、はい、この幸福とかって、はい、もうなんかシステムだと思うんですよね。美味しいものを食べたいって、はい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 、人間の本能として美味しいものには栄養があるから摂取したいっていう本能だと思うんですよ、はい、それは本能ですね、はいはい、でそれ以外も本能じゃないですか。人からよく見られたいみたいなのも社会的生き物としてはそういう本能ですよ。システムですよ。そうですね、だからそれを求めるように人間が作られてるっていう。じゃあその本能の究極って長生きですかね、はい、長生きではないと思いますよ。生きたいっていうことですよね。今の状態ですよね。本能ってお腹が空けば、だから お腹が空けばなんか食べたくなるわけじゃないですか。食べたら満足するじゃないですか、はい、でそこで幸福が一旦満たされるわけじゃないですか。でまたエネルギーがなくなってくるとご飯を食べたくなるわけですよね、はい、っていうのがいろんなところで性欲も一緒じゃないですか、まあ、で常にじゃないみたいな、まあ下ばっかならね、はい、はい、そういう本の仕組みなんじゃないかな。で、まあ、この本を読むと結局はその、はい、システマティックレビューというところで、はい、いろんな科学者がいろんな実験をしていて、はい、そこでどういう結果が得られて、はい、そこでなんかまあちょっとだけプラスっていうのが指標が出てるなら、はいはい、まあ、それはそういうふうに感じたっていう人が多いっていうことは、はい、うん、みたいなのが身も蓋もない本ですねだからそのポジティブシンキングがいいっていう人は、はいはい、結局まあ自分のところに画伝飲水したい、うん、まあ画伝飲水したいのかどうかは分かんないですけどね。でも本出してるんですよ。本出してても、あ、本当にそう思っている、本当にそう思っている可能性はある。ただそれは科学的に出たものじゃないよっていう、科学的に、はい、なんて、その多分人ってこういろいろなわけじゃないですか。価値観とか必要なものが違うというか、はい、お腹空いてるものには、お腹空いてる人にはご飯が必要なんですよ。必要です。必要じゃないですか。必要です。そこにコミュニケーションが大切ですよって言われても、いや今お腹空いてんだからご飯ですよみたいな話じゃないですか。まずご飯でしょう、はい、っていうなると、こうポジティブシンキングが必要な人もいると思うんですよね。必要ない人もいるしみたいな、あみたいなところじゃないですかね。でその書いた人はこれによって自分が良くなったって思えば、まあそれは正しいわけじゃないですか、うん、だけどそれが正しいけどみんなに正しいかどうかはまた別ですよみたいなところじゃないですか、はい、猫松さん18点だったと、はい、あ、さくらさん何14点なの、はい、え、あ、理想を掲げると点数低くなりますよ多分。僕14点の時にさ、はい、僕笑ってられるかな。その感覚の問題じゃないですか。感覚の問題です。例えば全く同じ状態でも、うん、点数を低くつける人と高くつける人がいると思うんですよ、うんうんうん、っていう違いはあると思うんですよね。同じ心の状態においても、うん、まだまだ俺には上があると思えば低くつけたりする可能性もあるわけじゃないですか。ああ、孫正義さんがやった時にわしはまだ5点だなって、まだまだ、そうみたいな、そのまだまだ全然、こんなもの全然だよとか言ったら、言うと点数低くなるわけじゃないですかなるほど。で太郎ちゃんも基準がよく分からないので全部4点だと、はい、もこちゃん16、もこちゃんの16は大変ですよ分かんない、あいつはもう生きていけんですよ分かんない、大丈夫です。あいつ引きこもってないかな時々さん21点、あ、はい、一緒ですね。断面さん23点、少し幸せ、時さんは20点、はい、中間点、はい、高い点をつけると成長の余地がないように感じるので低くつけた感があると、泣き笑い、うん、だからその理想が高い人とかって低くつける可能性あると思うんですよね。
ああまあそうですね、はい、確かにまだまだ。でもそれが苦しいか苦しい状態かっていうとそうでもなかったりするんじゃないかなと思うんですよ。あ、主観的と客観的のあれですからね。とかそう二等兵の判断で14点は苦しいって思うかもしれないけど、はい、僕自分で14点ってあだからこう20点ぐらいにまとまってんじゃないですかっていう。あ、タイプが出るのかなこれも。タイプとかまあその人の価値観とか。なるほどね。同じ体に入って点数つけたら20点とかなってるかもしれないですよっていう。これを他人の靴を履いて僕を見た時に21点、はい、だから21点がすごく相対的な数字なんですよね。絶対的な21点という数字じゃなくて、はい、人から見たらその21点は10点かもしれないし、俺の人生なんてねちょっと俺の人生10点って言ったやつ誰だってで逆にこう30点みたいな人もいるかもしれない。君で30点はないよで結局その主観じゃないですか。そうですね、はい、これ何がいい結論はないんですけど、はいはい、まあ、結論はない答えもないし結論もないですよね、うん、こんなのに、うんうん、